デニス・バークはアメリカ出身の指揮者。サンフランシスコのポーランド人の母親とロシア人の父親の家にデニス・バークとして生まれる。4歳の頃からピアノを始め、その翌年にはフランツ・ヨーゼフ・ハイドンのピアノ競争曲をサンフランシスコ交響楽団と共演するなどの創熟ぶりを見せた。しかし、次第に指揮に興味を持つようになり、17歳の時に メジャーコンダクターコースの最年少受講者として、オランダに留学し、チエナの指揮法講座にも出席して、指揮法を習得した。1957年から1960年まで、シュトットガルト国立歌劇場に赴任して、フェルディナント・ライトナーの助手を務めたり、スカラザでアントニーの没頭の訓導も受けたりした。1966年から1983年まで、 ミシガン州立大学の講師を務めたが、その任期中に、クレーターランシングオペラカンパニーを設立。1978年から翌年まで、フルブライトプログラムでソウルに行った。1984年からマサチューセッツ大学で教弁を取り、ファイブカレッジオーケストラを指揮した。1991年から、ヤナー・チェク・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督を務める。 シカゴにて死去。ありがとうございます。